では、C1 の括弧3の丸1の5ですね、複合反応、代表的な複合反応の、特徴を説明することができるに戻りますと、素反応は、このような、まあ、例えばこのようなですね、A プラス B でもいいんですけども、一方方向の反応、一つしか、繊維状態がない反応のことを言います。でこれは、簡単に解くことができますが、複合反応の方は、さまざまなものがありますけれども、基本的なパーツとしては対抗反応、併発反応、逐次反応およびこれらの組み合わせによって、さまざまな複合反応は表現することができます。で、これの、微分方程式から積分、微分反応式から積分型反応式に変換の内容はラプラス変換という方法を使いました。で、その結果このように変換できましたねという話を今までしてきました。で、ラプラス変換に関しては、科学者のための数学10項という本の、198ページとか、それから英語の方になりますが、Kinetics for the Life Science の、148ページにラプラス変換、Kinetics of Materials っていう本の、110ページのところにまた、計算方法が。で、手前味噌の話になりますが、私の書いた本の、110ページのところに、詳しく、それぞれの場合について、解き方を書いてありますので、そちらを参考にしてください。で、変換をしますと、対抗反応の場合は、そのまま解くんじゃなくて A0-AEQ A-AEQ 平行濃度のとの差で見ていくと、後々解析が簡単で、これと見かけ上同じ式になりますよというところに落ち着いてきます。で、併発反応の方は、反応系の方はそのままこれと同じような式ですけども、生成系の方は、全部の、反応速度定数の和分のそれぞれの反応速度定数の比率で、これが、生成物の反応式が出てきますよ。で、逐次反応については A は、これと同じですけども、2番目できる中間体の濃度は B イコール K2-K1 分の K1 っていうのがかかってきて、エクスポーネンシャルの -K1T 引くエクスポーネンシャルの -K2T、 こちらで増えていって、こちらで減っていくっていう形になります。で、 C については、A0 から、B を引いてやった値として計算することができますというふうなお話でした。で、数式自体はそんなに重要ではありません。特徴を理解してほしいというのが今の目的になります。で、特徴ですけども、対抗反応と併発反応の比較を行います。で、対抗反応と併発反応、見かけの反応速度定数、その前に反応式を書いておかないと話ができないですね。反応式 A と B が KFKB で表されるとしましょう。で、併発反応の方は A からP1、P2 になるのをそれぞれ K1、K2 と表すようにしましょうというふうに、反応速度定数を定義してやって、で、見かけの反応速度定数、言い忘れましたけども、全部反応は一次反応であるという前提で話を進めております。で、見かけの反応速度定数は、K オブスイコール KF プラス KB、これで表されました。で、併発反応の方も K オブスイコール K1 プラス K2、矢印はこちらは反対向き、こちらは同じ向きですけども、両方とも同じように、
速度定数の足し合わせを足し算をすれば見かけの反応速度定数全体の反応速度定数になります。見かけの反応速度定数は、軽物差両方足し算になります。じゃあ、生成物の比ですね、生成物の比ですが、これは、対抗反応の場合は、平行定数が、A の平行濃度分の B の平行濃度となりますが、これが平行状態になったときは、平行状態というのは、右向きの反応、正反応の速度とイコール逆反応の速度が同じになったとき、つまり、K フォワードの A イコール K バックワードの B のときに平行状態であるということになりますので、これを、変形してやりますと、平行定数は、こちらが K バックワード、K フォワード、右向きの反応速度定数を左向きの反応逆反応の反応速度定数で割ったものと等しくなりますよと。だから、B と KB、分かりにくくなったりしますね。B と KB、A と KF の関係になりますから、たすきがけ、クロスした状態で、対応がつきます。これに対して併発反応の方は、いつも比率が同じだということですから、 P1 分の P2 とやってやりますと、比率は K1 分の K2、 つまりこっちでは、対応はそのまま、平行に、効いてきますよと。対抗反応と併発反応については、生成物の比が平行定数では、平行濃度の比というのが、正反応の反応速度定数と、逆反応の反応速度定数の、たすきがけの関係になりますというふうに覚えててください。これに対して併発反応では、K2 と P2、K1 と P1 が、同じ比率で対応しますというところがポイントになります。